はははいどうもこんにちは今回は上手稲神社です上手稲神手社はちょっと小高い丘の上にあります、結構ね落差があります、場所はですね宮の沢とあ西二十八丁目駅のバスが出てるんですけれども、その間らへんにあります、まあ、早速ねあのー、走りたくなるような角度の階段なのでね小走りで登ってみました。 さらっとねこう登った後はですねこうやって入り口、砦があってですね、はい、で振り向くとですね非常に落差があって綺麗な景色でございますおそらくねあの散歩とか朝のウォーキングなんかにも非常にいいと思いますこの辺に住んだらねぜひウォーキングをしたいですよね。でここにメインがありまして で横にね、狛犬がいましてで、車、今ね、動画見て初めて気がついたんですけれども、車、どうやって来たのかなってね、多分裏側に道路がつながってるんだと思いますね、で結構、夕方になってちょっと見えづらくなってきたんですが、で奥の方にね、神木がありました、これはね、どうやら地元の方々があの植えたようです、これからのね、長い歴史をこの木は眺めますというようなことを書いてありました。 そんな感じでね、あの私のお勧すすめする神社のうちの一つでございます。ありがとうございました。